どうもクロスロードラボです。今日はですねこちら、ブレンデッドウイスキーのブラックボトルを紹介していきたいと思います。このブラックボトルね、去年かな、この10年がね発売したんですよね。結構最近、有名なねブレンデッドウイスキー、昔からあるようなブレンデッドウイスキーの年数表記のものがどんどんなくなってるんですよ。例えばカティーサークだったりとかベルだったりとかね、あとはティーチャーズも昔は年数表記ありましたし、そんななんかちょっとこうブレンデッドウイスキーとしてはマイナーですけど昔からある銘柄でね、こういう風に10年表記のボトルが出たということでちょっと動画にしてみようかなと思いました。でこのブラックボトル普段飲んでるけどあんまり情報を知らない、これは一体どこの会社が出してて、どれぐらいの歴史があるものなのかっていうことを知らない方の方が多いと思うんですよ。なのでちょっとでもね情報を知るとよりね、このブラックボトルが美味しく感じるかもしれませんし、まだ飲んだことない方はこのノンエイジとそして10年、どちらでもいいですけど飲む機会に、ね、なってくれたらなと思います。それでは早速、紹介していきたいと思います。最後までお願いします。はい、もともとですねこのブラックボトルっていうのは、1879年にゴードン・グラハム社という会社が、立ち上げたブランドなんですよね。スコットランドのですね東海岸にあるアバディーンっていう町で、誕生した銘柄なんですけど、でこのゴードン・グラハム社もともとね紅茶の専門店を営んでたみたいで、その紅茶のブレンド技術をね生かして、顧客のためのサービスですよね。そのサービスとしてブレンデッドウイスキーを作り始めたというのが始まりだったみたいです。これがですね、地元では評判になって20世紀以降はですね、このブレンデッドウイスキーを作るっていうことを、メインにやっていたみたいなんですが、1959年に、ロングジョンっていうブレンデッドウイスキー、有名なノッポのジョンですね、ありますけど、そのロングジョンインターナショナル社がですねブランド権を所得します。そしてね大々的に売り出すんですね。その後ですねブランド権はどんどん違う会社に移り、その移っていく間にいつの間にかねオリジナルレシピっていうのは失われてしまったらしいです。そして1995年、ハイランドディスティラーズという会社があるんですが、このハイランドディスティラーズが、このブラックボトルのブランド権を所得します。このハイランドディスティラーズという会社はもともとブナハーブンとそして、グレンロセスが合併して立ち上げた会社だったので、ブナハーブンを所有してたんですよね。なのでブナハーブンのモルト原酒を中心にアイラモルトをブレンドして、作り上げたという歴史があります。なのでかなりピーティーだったんですよね。でその後2003年なんですけど、ディーンストーンとかね戸守蒸留所を所有している、バーンスチュアート社、これはね南アフリカのディスティルグループっていう会社が、親会社なんですが、そこにブランド権が売却されてしまいます。そして最近といってももう、結構経ちますけど2013年にブレンドがね一新されます。オフィシャルサイトを見ると現在は、厳選されたアイラモルト、そしてハイランドモルト、スペイサイドモルト、そして厳選されたグレーン原酒がブレンドされているということで、日本のね、このブラックボトルを売っているページ、酒屋さんのページとかは結構この2013年以前のね説明になっていることが多いです。大抵はアイラモルトを代表する7つの蒸留所の原酒がブレンドされているっていう説明をされてるんですが、2013年以降はブレンドが変わってるということになります。だから飲んでみると結構バランスのいい、スモーキーさはあるんですけどバランスのいいブレンドになっていると思います。ホームページにも書いてありますけど、1879年の、このブラックボトルがねできた当時のルーツの味に戻すというね、ことだったみたいですね。それでは早速この、2種類飲み比べていきたいと思います。はい、それでは早速飲んでいきたいと思います。こちらがノンエイジですね。結構こうすぐにね甘い黒糖のような香りと、あとはねリンゴですね、リンゴのちょっと熟したようなリンゴの香り、余韻はやっぱりスモーキーですね。ちょっと草っぽい感じもありますね、乾いた草、少しスパイシーな感じ。こちら、あ、こっちの方がねもう断然濃い香りがしますね。よりねスモーキー感が強くなってるような感じです。
そしてね、このノンエイジプラスアルファ蜂蜜感っていうのがね、結構香りからも感じられますね。全体的にね、香りはやっぱり強いです。アルコール度数はね、両方とも 40% なんですけど、こっちの方が断然濃いっていう感じがねしますね。深みがねあります。あ、結構スモーキーな感じですね。先にじゃあちょっとノンエイジの方からいただきます。口当たりやっぱり甘いですね。だいぶね、黒糖感と、そして少しのね熟したリンゴ感っていう感じで、余韻はやっぱりちょっと短め、そんなにねアルコール感は強くないんですけど、余韻は少しだけスパイシーさが残りますね。正直めちゃめちゃバランスいいと思います。次に10年いってみます。10年、やっぱりね、時間を置けば置くほどスモーキーさが上がってきますね。やっぱり濃い、香りが濃い。なんかね、こっちの方がやっぱり少しねシェリーダル感があります。少しだけこうチョコレートのような感じだったりとか、あとはちょっと洋菓子みたいな感じの、そういうコクですね、コクがありますね。余韻もこっちの方が圧倒的に長いですし、やっぱり飲んでみても蜂蜜感があります。こうやって飲み比べると違いははっきりわかりますね。だけどね、正直どちらもかなりバランスいいんじゃないかなと思います。価格帯から見ても味にそんなにネガティブなね部分は感じられないですし、ストレートでも十分いけるブレンドなんじゃないかなと個人的には思いました。結構ホワイトホースとホワイトホース12年みたいなね、そういう感じの関係性が感じられますね。結構デュアーズホワイトラベルとデュアーズ12年ってね、ブレンド結構違うかなとか、例えばジョニーウォーカーのレッドラベルとブラックって結構ブレンド違うじゃないですか。あくまで体感ですけどね。だけどこのブラックボトルは結構同じグループ内にいるなっていうのはね分かりました。だけど、スモーキーさとかね、あとコクだったり、蜂蜜がさらにプラスされてたりとか、そういうニュアンスですね。もちろん実際には蜂蜜入ってないですけどね。はい、次はですね、ロックで飲んでみたいと思うんですが、さっきねストレートで飲んでたやつをちょっとチビチビやってたらですね、結構10年はやっぱりね、飲めば飲むほどスモーキーさが増してきましたね。やっぱり少しこう手にね、つけてちょっとこすったりしてみると、オイリーでねちょっと焦げっぽいっていう感じが手に残ったので、まあ、スモーキーなのかダメな人はこの10年ねダメかもしれないですね、もしかしたらね。じゃあ先にノンエイジから行ってみたいと思います。フルーティーさが結構ありますね、冷やすと。割とね甘さがちゃんと残るんで、ロックに相当向いてるかもしれないですね。余韻にビターさとかはあんまり残んないので、最後までねこう甘いまま余韻に抜けていくんですよ。なので口当たりはいいんだけど余韻がなーっていうものって結構ロックで飲むとね多いと思うんですけど、このブラックボトルはね結構最後まで口当たりのまま抜けていってくれるっていう感じですね。すごいねいいんじゃないかなと思います。そしてやっぱり甘みとかが抑えられるので、よりねスモーキーさを感じられますね。だからスモーキーなの苦手な人はちょっとね両方とも無理かもしれないなって若干思いました。もともとねスモーキーさが苦手な方、次は10年。割とね、さっき感じた蜂蜜感だったりとか、あと黒糖の感じとか、そういう甘さが抑えられる分、ちょっとモルトの甘みがね、それこそさっき言ってたちょっと草っぽい感じね、そういうものがすごいこう前面に出てきましたね。だから冷やしてもね全然こう薄くならないっていう感じはありました。なんか冷やしたまま口の中にしばらく入れておいても全然こうネガティブな感じがあんまり感じられない。そしてよりね、このノンエイジよりスパイシーなので、まあそういうところがこっちの方がいいかなっていう感じる方も多いかもしれないですね。はい、次はハイボールで
飲んでいきたいと思うんですが、ノーエイジからいってみます。スモーキーさはそんなに上がってこないですね。あー、ちょっとね、若干クリーミーになる感じですね。そしてバニラ感と少しのフルーティーさが感じられますけど、そんなにねスモーキーにならない。もう散々飲んでるからスモーキーさを感じなくなってきたのかもしれないんですけど、これはね普段やっぱり、スコッチウイスキーのね、1000円台2000円台ぐらいのブレンデッドウイスキーをいろいろ飲んでる方からしたら結構好きな方多いんじゃないかなと思います。特にハイボール飲んでる人ね、これだけやっぱりねハイボール、ロック、そしてストレート、どれもねバランスよくしっかり美味しいっていうのは素晴らしいなと思いますね。歴史を感じますね。次はね10年飲んでみます。やっぱりね10年の方がだいぶスモーキーですね。ハイボールにすると本当にはっきり分かります。一番最初にもう甘さと一緒に焦げ感がね来るので、よりねスモーキーな方を選ぶなら圧倒的にこっちですね。そしてブレンドがやっぱり結構濃い味わいになってるので、それもねハイボールになっても相当飲み応えが感じられます。美味しい。こう冷やしてみるとよりこの、ブラックボトルのねノンエイジと10年の特性がはっきり分かれてることが分かりますね。ストレートで飲むと割と同じ道筋にちゃんといるなっていうのは思ったんですけど、よりこう冷やしていくとこのブレンドに使われている原酒のね特性っていうのがはっきり、引っ込んだり出てきたりっていうのがねあるんでしょうね。やっぱりね正直このスモーキーさっていうところで、好みが分かれるんじゃないかなと思いました。はい、そんな感じで、今回はブラックボトルを紹介しましたけど、こちらね価格はねノンエイジの方で結構、値段にばらつきがあるんですよね。まあ、Amazon だとちょっと高いです。3000円ぐらいなのかな。だけど場所によってはもう2000円ちょっきりぐらいでね買える場所もありますし、あと1リッターのボトル売ってるんですよ。免税店仕様なのかな。1リッターのボトルも安かったら2200円とかでね売ってたりするので、そういう意味では相当コスパがいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとアマゾンはあんまりコスパ良くないかもしれないですね、コスパという面では。はい、そして10年はねやっぱりブラックボトルのことをちょっと知って、あ、ちょっとブラックボトルいいかもなって思った人はぜひこの10年に進んでみてはいかがかなと思います。だいたいね値段は3000円ぐらい、安いとね、高いと4000円5000円ぐらいまでの幅があります。はい、だけど、まあ3000ちょっとぐらいで買えるんだったら全然問題ないんじゃないかなと思いました。だからちょっと興味本位でこのノンエイジを買うっていうのはねとてもおすすめできます。やっぱり普段ね、同じボトルばっかり飲んでるっていう方にとっては新しいものに手を出すっていうのがなかなか勇気いると思うんですよ。失敗したくないとかね、そういう気持ちになるのは、わかるのですが、まあ、スコッチウイスキーのハイボール、特に1000円2000円台のハイボールを飲んでる方は一度ちょっとこちらブラックボトル試してみてもいいんじゃないかなと思いました。はい、10年は、何か機会があったらね、はい、余裕のある方は試してみてください。一応概要欄の方にね Amazon のリンク貼っておきますが、そんなに安くはないですね。はい、そんな感じで、チャンネル登録、 Twitter のフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。